初めてのそろばん。まず名前を覚えましょう。一番外側が枠、横の棒を針と言います。下のたくさんある玉が1玉、上側の玉を5玉と言います。1個で5を表します。計算する前に必ずそろばんを自分の方に傾け、玉を下ろしたら人差し指の爪で針の上の5玉を上に上げます。ご破産で願いましては、位置についてよーいというような意味です。何回か練習してみましょう。用意ができたら定位点と呼ばれる印を目印に玉を入れていきます。真ん中の定位点を目印に石玉を入れてみましょう。1玉は親指で入れます。一つずつ上に上げたら人差し指で下に下げます。4つですから4払うと言います。1玉を入れたり払ったりしましょう。1から4を別々に入れましょう。まず親指で1を入れて人差し指で払います。親指で2個入れて人差し指で払います。次3個人差し指で払う。親指で4個人差し指で払う。1払う、2払う、3払う、4払うと練習しましょう。5玉は入れるときも払うときも人差し指を使います。下に下げることを入れる、上に上げることを払うと言います。6は5と1ですので、5玉を1つ、1玉を1つ入れます。実際には5玉と1玉を挟むように一度に入れます。7を入れるときには5と2をつまみます。8は5と3、9は5と4をつまむようにして入れます。6から9を入れたり払ったりしましょう。6、7、8、9と練習しましょう。縦の棒を桁と言います。定位点から1、10、100、1000、1万というふうに左に上がっていきます。定位点のところが1の位と1000の位です。そろばんで入れた数を見て数字で書いてみましょう。ご破産で願いましては、さていくつでしょう。1、2、3、123です。ここが定位点です。ご破産で願いましては、6、何も入ってないところは0、そして5、605です。ご破産で願いましては、定位点です。定位点のところが2、0、0、9、2009です。ご破産で願いましては、定位点より左側です。8、0、7、4、0。
こことここが定位点ですね。8740。そろばんは大きい位から入れていきます。いくつか練習してみましょう。今度は数字を見てそろばんで入れましょう。ごはさんで願いましては123。確かめたら丸をつけましょう。ごはさんで願いましては605。ごはさんで願いましては2009。ごはさんで願いましては8740。慣れるまで何度も練習してみましょう。